の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェア、よろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップも開始しましたのでぜひ応援お願いいたします。動画の画面の下にあるサンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。は、退屈だぜ。何、ぼやいてるのよ。いや、なんか最近、刺激的な都市伝説成分が足りなくてな。このままだと、私が新しい都市伝説になってしまうぜ。うっふふ、うはははははは。怖すぎるから、そういうのはやめようか。やめて欲しかったら刺激的な都市伝説をプリーズ。もう、わかったわよ。それなら実現したら命の危機につながるヤバい予言を7つ紹介してあげるわ。命の危機とは大きく出たものだな。言っておくけど、比喩じゃないよ。今回のは様々な予言者以外にも未来人を名乗る人物の予言まで、含まれているしね。ちなみに今回のは、多くの人の、命が危ないとされる、禁断の7つの予言よ。そして、この予言は的中すると、多くの命が危機に瀕するという、恐怖の7予言になるわ。なるほど。どうやら命に関わる予言というのは冗談じゃないみたいだな。なら万が一、予言が的中した時のために対策を、考えないといけないから、私と視聴者の皆さんのために、早く教えてくれよな、霊夢。了解よ。というわけで今回は、実現したら命の危機に陥るヤバすぎる予言を7つ、紹介していくわね。ゆっくりしていってね。それで最初は、どんな誰の予言からなんだ？最初はオランダの地震予知研究家フランク・フッガー・リーツ氏の、予言の話からよ。ポークビッツか私は好きだぜ。あの食べやすいサイズ感はよ。誰も食品の話なんてしてないよね。お、大きく間違えていたみたいだぜ。それより、地震予知研究家ってことは予言者ではないよな。もしかして、間違えて紹介したのか？そんなわけないでしょ。なぜならフランク・フッガー・リーツ氏は地震予知研究家であると同時に、占星術的な手法を用いて地震予知する正真正銘の予言者なんだから。地震予知研究家で占星術師って、なんかレアだな。確かに、この職業の組み合わせは珍しくはあるよね。ちなみにフランク・フッガー・リーツ氏、この手法によって、いくつも予言を的中させているわ。ふーん、的中率は意外と高かったりするのか？ええ、2017年から2019年の間に的中させた地震に関する予言は、27つよ。なんだと？とんでもない的中させているじゃないかよ。そうでしょう？ちょっと、予言数が多くて全部は無理だから大きいものだけ紹介するわね。まずは2017年9月に発生したマグニチュード 8.1 で、90人以上の犠牲者を出した。メキシコのチアパス地震よ。二つ目は2018年12月に発生したマグニチュード 7.3 のカムチャツカ半島中部東沖の地震。そして、三つ目は2019年2月22日に発生したマグニチュード 7.5 で5名の負傷者を出したペルーのエクアドル国境付近の地震ね。ほうほう、意外と大きい地震があるんだな。うん、ただし日時や規模は明確ではあるものの。複数の天体を地球を中心に見た角度を重視しているせいなのか、多くの場合は場所を指定せず、何月何日から何日までに起こるという、予言が多いのよ。それだと前兆への備えは難しそうだぜ。まあ、確かにね。でもよ、この3つは確かに大きい地震だったが実現したら命の危機って、ほどではないよな。なら他にヤバい予言が控えているということか？正解よ、マリサ。実は2023年2月の発生したトルコ大地震を的中させているのよ。そして、それ予言したのは発生3日前ね。3日前か。それで、この予言はどういったものだったんだ？2月3日金曜日にフランク・フッガー・リーツ氏がツイッターで、遅かれ早かれ、この地域、つまり、トルコ中南部、ヨルダン、シリア、レバノンの範囲で、マグニチュード 7.5 の地震が起こるだろうと予言しているの。また、地震のほぼ正確な面積とほぼ正確なマグニチュードを予測したため、ツイッターユーザーたちを驚愕させていたわ。そして、トルコ大地震が発生してから2ヶ月経過した現在、被災地では公営住宅の建設が進められる一方で現在、約250万人の被災者が、テント生活を余儀なくされていて、生活の再建には程遠い状態にあるの。また、この大地震でトルコと隣国のシリアを含め約5よろず6000人の人々が、亡くなったわ。
確かに、この大地震は大惨事だったぜ。もっとも、これは実現したら命の危機に至る予言ではなく、もう起こってしまい多くの命に危機にもたらした予言だけどな。ええ、その点は否定できないわね。ただ、こういった実例がある以上、今後もフランクフッカービーツ氏が、予言して実現したらヤバいものが出てくる可能性は十分にあるから、気をつけないといけないわ。まあ、確かに。でもよ、次はまだ起こっていない予言にしてほしいものだな。了解よ。なら次は、たつき陽氏の予言の紹介をしていくわね。ふふふ、お次は、たつき陽先生の予言か。あれ、知ってるの？ああ、たつき陽先生の読者だからな。だとすると、どんな予言かも知っているのかしら？もちろんだぜ。津波がズバーンと来て日本がドドドーンみたいになるんだろ。それじゃあ何がなんだかわからないよー。ご本というわけで、たつき陽氏のことを少し話していくわね。たつき陽氏は1975年に秋田書店から漫画家デビューした漫画家よ。そして1999年に私の見た未来を出版後は漫画家を引退としているわ。また的中させた予言は、1、クイーンのフレディ・マーキュリー氏が亡くなること。2、尾崎豊氏が亡くなること。3、阪神淡路大震災の発生。4、東日本大震災の発生。5、コロナウイルスの発生などなどね。すごいな、さすがは、たつき陽先生だ。そういえば、たつき陽先生って超能力者だったよな。ええ、たつき陽は予知夢を見るという手法で未来に起こることを、見ることができるそうよ。それでは予言のことを話していくけど、この予言に関しては、私が見た未来という漫画になっているわ。もちろん、それは知っているぜ。それより早く内容を話してくれよ。私は知っているけど視聴者の方々は知らないかもしれないからさ。了解よ。ちなみに、この大災害の予言は2025年7月5日に起こると考えられていて、予知夢では沸騰したお湯のようにボコボコと海面に異常が見られたそうよ。また、日本とフィリピンの中間地点あたりの海底が破裂して火山が噴火。さらに大地が隆起し、その影響により、大津波が発生。その結果、日本、香港、台湾、フィリピンががじ続きとなったそうよ。そして、もともと、住んでいた神奈川県に似た風景の場所に大津波が来る夢を、複数回見たという話ね。あと、これとは別に富士山がの噴火する予知夢も見ていて、これらは、南海トラフ地震等と関連があるのでは？とも考えられているの。ちなみに南海トラフ地震による神奈川県の想定被害は、亡くなる人数&負傷者数の総数は約200、約4100名ほど。全体では最悪の場合、関東から九州の合計30都府県で、建物の倒壊や津波などで約32万3000名程度が亡くなり、約62万3000名程度の怪我人が出ると想定されているわ。また富士山が噴火した場合は首都圏や山梨、静岡、神奈川等々、広範囲に大被害が発生すると予想されていてるわ。なんか被害や範囲がはっきりしていないみたいだけど、どうしてなんだ？その理由は富士山が噴火した場合の被害が完全に想定できないからよ。南海トラフ地震と連動して起こる可能性が懸念されているから、明確な被害が出せないでいるのよね。この予言現実になったら本当にヤバいな。そうでしょう？まあ、確かに予言である以上、絶対に的中するというものではないけど、南海トラフ地震や小笠原諸島の海底火山の噴火、富士山の噴火等々、これらの事柄は専門家の人たちによって、いつ起こってもおかしくないと、言われているから予言が現実のものになる可能性は十分にあると思うわ。やめてくれ、怖すぎて眠れなくなってしまうだろうが。話せって言ったのは自分でしょうに。まあいいわ。というわけで次は3人の自称未来人の予言の話をしていきましょうか。自称未来人ねえ。なんか、だんだん、うさんくさい話になってきたな。ところで、この中にドラマルモンも含まれていたりするのか？含まれていたら逆に、怖いんですけど。ともあれ、まずは未来人の代表格ジョン・タイターのことから話していくわね。ジョン・タイター？なんか聞いたことのある名前だな。まあ、そうでしょうね。ジョン・タイターは、その筋では有名だから。ジョン・タイターは2000年に、アメリカの大手インターネット掲示板に、書き込みを始めた未来人でね。本人曰く、未来である2036年からタイムマシンを使って、タイムトラベルしてきたと言っているわ。そして、数多くの予言を残した後、予定の任務を完了したと、2001年に最後の掲示板の書き込みを残して姿を消したの。タイムマシンに任務か。なんか小説やステークス F 映画みたいな話だな。一体何者なんだよ、ジョン・タイターって。うん、
彼の書き込みを鵜呑みにするならジョン・タイターは男性で、1998年生まれだそうよ。また本人によれば、アメリカ軍の関係者であり、アメリカ合衆国から、ある任務を受けてタイムトラベルで過去に来たという話なの。それで任務って何なんだ？彼によれば2036年の2年後である2038年問題を、解決するために IBM5100 という1982年3月に販売を終了した、ポータブルコンピューターを探しに来たそうよ。何なんだよ、2038年問題って？1999年に懸念されていた2000年問題みたいなものね。ああ、あれか。結局、2000年に切り替わった際にコンピューターの異常とかは、特になかったけどな。ところで肝心の予言というのは、どういったものなんだ？まずは2003年にアメリカ合衆国で発生した狂牛病に関する予言ね。二つ目は2005年8月にアメリカ合衆国南東部で発生した大型ハリケーンに関する予言。あとは、三つ目は2005年に新ローマ教皇の誕生に関する予言ね。おや、意外と的中しているぜ。もしかして、未来人というのは事実なのかな？さあ、どうだろう？ちなみにオリンピックは2004年が最後なるという予言。2005年にアメリカで内戦が起こるという予言。2011年にアメリカは内戦が原因で解体され、その翌年に、アメリカ連邦帝国が誕生するという予言。そして、2015年にロシア連邦によりアメリカ、中国、ヨーロッパの都市に、核爆弾投下したことで、第二次世界大戦が勃発するなどの予言は、外れているわね。あれあれ？なんで、未来人なのに未来のことを外しているんだ？これに関しては諸説あるんだけどパラレルワールド説が有力になっているわ。つまり、私たちの生活している世界は彼の生きてきた世界とは、異なる世界線ということよ。世界線ってなんだ？簡単に言うと別の選択を選んだ時に生じた可能性の世界のことね。なるほど、ある種の異世界ってやつか。まあ、当たらずも遠からずかしら。ちなみに私たちが生きている世界は2023年だけど、ジョン・タイターがいた世界では2011年から内戦が勃発して、アメリカが崩壊し、核兵器の使用で第二次世界大戦に突入した世界になっているわ。そして、彼が語った彼の世界線の事柄が現実化したのなら、ジョン・タイターが語ったような未来が訪れる可能性は十分にあるの。もし、その未来が訪れたら核弾頭の使用によって第二次世界大戦に突入して、その結果、30億人もの人々の命が失われてしまうそうよ。また、中国の海洋進出によって日本が未分割されてしまう未来が待っているそうなの。待て待て、それじゃあ、その未来での日本は中国に支配された国ってことか？そんなの人権なんてないんじゃないのか？そうかもしれないわね。詳細は語られてはいないけど少なくとも、そうなったら絶望的な世界なことだけは間違いないと思うわ。やばいなこれ。正直、作り話とは思えないぜ。まあ、それに関しては何とも言えないけどね。さて続いては2058年から来た未来人国ブレイの話をしていくわ。国ブレイ？なんか中国の人みたいな名前だな。それはどうかしら？ちなみにツイッター上の書き込みによれば、彼女は東京の某国立大学工学部の大学院生で、友人の力を借りて時空間移転装置を使い2058年から来たそうよ。え、日本人？さあ、どうだろう。ちなみに予言だけど、まず東京五輪の日本の金メダルは27個というのを的中させているし、2020年3月に日経平均株価が暴落することも的中させているわね。あと安倍総理の辞任や菅官房長官が総理大臣になることも的中させているよ。他にも的中予言はあるけど現段階で、その的中率は何と驚異の100になるわ。100って、やばすぎるぜ。もしかして本当に未来人なのか？それに関しては断定や断言はできないけど、この的中率はすごいよね。それで、今後の予言だけど2024年1月に十勝沖地震が発生。そして2037年には沖縄地震が発生し、余震と台風によって、悲劇的な被害に発展するような予言をしているのよ。それで被害想定だけど、1843年の十勝沖地震をベースにした場合、津波で43名の方が亡くなっているわ。ちなみに現在はもっと人口は多いだろうから、もっと犠牲者が出る可能性は、十分あるでしょうね。それと2037年には沖縄地震に関しては余震と台風の要素があるから、なんとも言い難いけど悲劇的な被害と言っている以上、
この予言が的中したら沖縄周辺で大勢の方が亡くなる可能性が高いと思うわ。確かに、この悲劇的という部分が気になるぜ。都市直下型と言っているから、もしかしたら沖縄以外にも、大きな被害があるのかもしれないわね。ちなみに1771年に発生した沖縄の八重山地震だと、大津波が発生して、多良間島から宮古島南部海岸の間で約1万2000人が亡くなったと言われているわ。大津波で約1万2000人も亡くなるとか怖すぎだな。ね、怖いでしょ？それでは、そろそろ最後の自称未来人の紹介に移りましょうか。次の未来人は2062年から来た未来人よ。いやいや、2062年から来た未来人って、そのままじゃないか。ちゃんとした名前とかないのかよ。残念ながらないわね。まあ、そんなことはどうでもいいじゃない。それで2062年から来た未来人だけど、彼は2010年2012年の間、2チャンネルの掲示板に書き込みをしていた人物でね。第二次世界大戦は2030年よりも前に開始されるとか、2062年では、放射能汚染された海の影響により、海洋生物は食べられない。2062年には全ての病気を治せる医療技術が存在するとうとう。2062年までの未来に関する様々な事柄を書き込んでくれたそうよ。ちなみに、何か的中させた予言とかはあるのか？2011年3月11日の東日本大震災や原発事故のことを予言し、的中させていると言われているわ。また、2016年4月に発生した熊本地震に関しても予言を的中させているわね。なるほど、なかなかにすごいな。ところでヤバい方の予言はどういったものなんだ？まずは南海トラフ地震が必ず発生するという予言ね。これに関しては現在いつ発生してもおかしくないと言われているから、実現する可能性は決して低くはないわ。ちなみに発生した場合、最大被害想定では約32万3千人もの人々が、亡くなると考えられているの。さらに第二次世界大戦に関する予言だけど、この戦争はアジアの2カ国が、原因で勃発するそうよ。また発生は2030年よりも前の時期なんだけど、核弾頭が、日本に落とされるということはないみたい。日本に核弾頭は落ちないのか。それだけでも朗報と言えるな。あと、敵国は日本列島本土に上陸しないそうよ。でもアジア全域とアメリカ、ロシア、一部ヨーロッパ、中東各国を、含む大戦争になるので、日本が巻き込まれないということではないみたい。これに関する被害想定だけど正直、全く予想ができないわ。ただ、海洋生物が食べられないような状況になっているということから、考えて、大多数の人々が亡くなり、まともに生活できない状況になっていることだけは確かでしょうね。これは絶対に的中してほしくないぜ。私も同感だわ。というわけで次はインドの17歳の天才少年予言者と名高い、アビラーナンド君と、その予言を紹介していくわね。お次はインドの天才予言者か。そのアベニューカベドン君というのは、そんなにすごいのかよ。通りでカベドンとか、どんな告白よ？なんかよくわかってないみたいだからまず、アビラーナンド君のことを少し話していくわね。アビラーナンド君はインドで幼少期から天才少年と周囲から、一目置かれていたんだけど、その上10歳で大学の天文学に関する研究に、携わりトップの成績を収めていたわ。10歳で天文学研究の成績トップとか、ぶっ飛んだ優秀さだな。あと、アビラーナンド君の予言は驚異的な、的中率を誇ることで評判なのよ。ふーん、ちなみにどうやって予言しているんだ？占星術よ。それにより、予言を行っているの。そうか、ちなみに、どんな予言を的中させているんだよ。例を挙げるなら、まずは新型コロナ蔓延によるパンデミックの予言ね。そして二つ目は2021年のロイヤル気象島地震の予言。三つ目は仮想通貨の暴落に関する予言よ。まあ、大まかに言えばこんな感じかな。ふむふむ、了解したぜ。それで、やばい予言とはどういったものなんだ？まず2022年からの10年以内に第二次世界大戦が起こると、予言しているわ。特に2029から2032年は高確率で第二次世界大戦が勃発すると、言っているわね。ちなみに地球が姿を変えるような激しい戦争が起こるとまで言っているから、この予言が実現したら間違いなく、世界中の多くの人々が命を落とし、人類が住める場所の多くが失われると思うわ。これは冗談抜きでヤバそうだぜ。こんなのが現実のものになったら日本に住む私たちも、ただでは済まなそうだな。間違いなくね。また、
アビラーナンド君は2024年4月までに日本で大地震が起きる可能性があるから警戒するべきだという予言をしているの。ちなみに特に危険なのは日食が発生する2023年の4月20日だそうよ。また、11月までの間に厄災が起こる可能性が高く、5月末、7月、8月、10月、12月も危険だそうね。その中でも特に危険なのは10月の28、30日とのことよ。そして、これが南海トラフ地震だったとしたら、最悪の場合、地震や二次被害である津波や火災、建物の崩壊等で、約32万3千人ほどの人々が亡くなると考えられているわね。日本は地震大国だが、巨大地震の発生は勘弁してほしいぜ。それは同感だけど、津波や地震といった災害は、いつ起こってもおかしくないから常に備えておかないといけないわよ。ああ、それはもっともな意見だな。というわけで最後は予言者ミシェル・ノストラダムスのヤバい大予言を、紹介していくわね。え、フルネームはミシェル・ノストラダムスっていうのか。確かミシェルってビートルズの楽曲にあったよな。それはミシェルじゃなくてミッシェルだよ。ミシェル・ノストラダムスはルネサンス期フランスの医師にして、占星術師、さらに詩人と料理研究家という多くの肩書きを持つ人物でね。言うまでもないことだけど、特に予言者として有名な人物なの。料理研究家って一体、どんな料理を作っているんだ？なんかギャップがすごすぎるな。まあ、確かにね。さて、それでは的中予言を軽く紹介していきましょうか。まずはフランスアンリ2世の最後に関する予言ね。これは結構有名な予言なんだけど、フランスのアンリ2世が予教として、行った馬上槍試合で、モントゴメリー公の槍が右目に突き刺さり、それが原因で亡くなっているの。また、フランス第一帝政の皇帝であるナポレオン・ボナパルトが、ローマ法王を投獄することや、ナチスドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーの、出現などに関しても予言して的中させているわ。ああ、槍の予言は結構、有名だぜ。それで、ヤバい方の予言というのは、どういったものなんだ？うん、とりあえず2023年に起こりうるとされている予言を紹介していくけど、まずは世界的な食料危機に関する予言よ。この予言によると食料不足で、蜂蜜はろうそくのろうよりはるかに高価となり、物価が高騰し小麦も高くて買えなくなった結果、世界的な食料危機に陥った人類は生き残るために、人の肉すらも食べるようになると予言しているの。お、おいそんなのまるでホラー映画のゾンビじゃないか？そんなのが現実になったら怖すぎて外も歩けなくなってしまうぞ。ええ、本当におぞましい話だよね。また第二次世界大戦が起こることも予言していて、その戦争は7ヶ月間もの間、続くと予言しているの。さらに王宮に建物に天の炎が落ちるという予言も残されていて、この天の炎というのは核兵器のことを指している可能性もあるわ。そして、もし核兵器が使用されたとしたら世界規模で人々は、凄惨な結果がもたらされるでしょうね。下手したら多くの人類が亡くなるだけでなく、いくつもの国々が、滅亡するなんてことも起こり得るわ。滅亡か怖すぎて正直、これ以上は聞きたくないぜ。確かにね。また気候の変動に関する予言もあってね、この予言が的中すると、気候変動により、地球温暖化が加速していき海面温度が急上昇し、海の魚は、あまりの暑さにより茹で上がるそうよ。そうなったらもう海水浴ができなくなってしまうじゃないか。ええ、それどころか街もまともに出歩けなくなるし、生活も一変するでしょうね。また、熱中症や火傷で多くの人々が亡くなる可能性が高いわ。でもさ、必ず的中するって話じゃないよな。あくまでも予言なわけだし。うん、それはマリサの言う通りね。とはいえ人災のものはともかく自然災害に関するものは、いつ発生しても、おかしくはないから気をつけないといけないわよ。気をつけなければいけないことは確かだろうが、具体的にどう気をつけたらいいんだ？例えば、情報を自分でしっかり見極めることかな。テレビや新聞などのメディアは虚偽情報なども多いから、しっかりと見極めないといけないしね。確かに、テレビなどは誤情報が多いという話もあるな。わかった、それなら今後はしっかりと情報を自分で調べて、正しいものを見極めて備えるようにしていくぜ。それと当然のことだけど災害はいつ発生するかわからないから、防災グッズなども用意しておいた方がいいわよ。了解だ。いざという時の状況に見えて、用意しておくぜ。自分の命は自分で守らないといけないしな。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。